そういえばX 見てたらさ、なんか面白いニュース流れてきてさ、岡山の公務員、岡山の学校の先生が、副業で投げ銭を得ていたっていうことで、懲戒免職になったっていうニュース見た。そう。まあ、公務員の人だからね、副業あかんやん。そう。学校の先生なんだけど、生放送して、なんか投げ銭140万円ぐらいを稼いでいて、そう。それが分かって、まあ、学校クビになったっていうか、まあ、一応自分から辞めたのか。うん。自分で辞めたのかな。そう。見ましてね。そんなニュースをね。岡山市教育委員会はライブ配信アプリで副業収入を得ていた私立の小学校に勤務する20代の女性講師。エッチだね。20代の女性講師を、14日付で戒告処分としました。女性は採用された2019年4月から24年4月にかけて、自分の歌をライブ配信アプリ、ツイートキャスティングで配信。面白いな、これな。ツイキャスなんだ。ツイートキャスティングで配信。視聴者から、収益対象アイテム、いわゆる投げ銭。まあ、もうちょっと言うなら、お茶爆って言ってほしかったね。ね、収益対象アイテム、いわゆる投げ銭こと、お茶爆まで言ってほしかったですけどね。お茶爆はなかったです。を、約160万円を得ていましたと。女性は4月税務署から問い合わせを受けたことなどから、自ら校長に申告したということです。女性は、聞き取りに対して悪いことだと気づいていたのに、なぜか辞められなかったと後悔している、などと話していて、依願退職していますということで、まあ、首じゃなくて、まあ、自ら辞めたよということですね。依願退職者ということで、まあ、晴れてキャス主ってことですかね。はい。でもさ、そこまで、稼いでたわけじゃないね。これ見る限りさ、だって2019年から24年ってことは5年間でしょ ?5 年間。そう。まあでも5年配信してて、いつから投げ銭を受け取っていたかにもよるけどね。これ別に5年間受け取り続けてるとは書いてないじゃんね。先生として採用されてた、2019年4月から24年4月にかけて、まあ、まるっとやってたのかね、配信もね。途中から配信始めたのか、でもかけてって言ってるから、学校の先生と併用してキャス主してたってことだよね。で、投げ銭はいつ頃から受け取ってたんだろうか。まあ、それはわかりませんけども、書いてないですけど、まあ、その配信してる間に合計160万円を得ていたということなんで、160万得てたってことは最低でも300万ぐらいかな。うん、だいたい6割、7割と考えて、でもですね、300万弱ぐらいでしょうかね。ジャバクで言うならば。だから、そんなもんですよね。うん。なんで、お茶バク100で言うなら3000発、計算にはなりますわな。なるほど。だけど、額で言うなら、まあ別に大手ではないよね。だって5年間だから。うん。だって、1年30万程度ってことでしょ。ずっともらってたとしても1年30万程度。うん、3年で見ても50万。年間50万だから、ちょっと失礼ですけど、収益で見るならば、まあ、中堅以下かなっていう感じはしますよね。誰ですか誰ですかねえ、それ言い悪いとか怒ったりするわけじゃなくて、いや、単純に気になるわ。これツイキャスって言うからね。誰ですか岡山の人で、岡山在住で20代の方で、要するに、歌い手弾き語りうん。系の配信者の人で、多分おそらく職業は隠していたでしょう。これ学校の先生は当然ね。2019年から2024年。今まだやってるんでしょうかね。平田くんだよね。女の人なんだから。誰でしょうかね。本当に。税務署から連絡があって学校の校長にじゃなくて、ツイキャスにも申告してほしいですよ。私ですっていう。いや、多分、より稼げるよ。だってこれ。より稼げるよ。もうだって言っちゃった方がいいよ、絶対そんなの。だって別に捕まってるわけじゃないから。公務員として間違ってしまっただけなんで。で、しかもその公務員をクビになる前に、依願退職してるわけですから。まあ別に学校の話はそこで終わってるじゃないですか。先生としてはまあ良くないけどね。うん、だけど別にここからキャス主としてっていうところで、まあそこ区切るしかないですからね。すいませんって、引き語っていたら、学校の生徒より皆さんに話を聞いてほしくなったんですって。いや、いいじゃん。学校よりも生徒たちよりも、リスナーのことかって言えばいいんだから。そんな別に難しくないでしょ、そんな。完全に目がくらみました。私いけるんじゃないかって思いました。学校は辛くて辛くて、どんだけ頑張っても給料はこれぐらいで。
そんな中自分の楽しい音楽で弾き語っていたら金が飛び、これでいけるんじゃないかって、やめられなかったんですって言えばいいじゃん。私はクズな教師です。いや、もう私は教師でもありません。今日死んだんです、教師としては。私はキャス主ですって言えばいいんだ。うん。ブラボー、ブラボーって。ねえ、ブラボーってコメント飛びますよ、そんなの。いいじゃないですか。ねえ。ブラボーブラボーになりますからね。ぜひ誰か知りたいですよね。でも多分俺ら知らんと思うよ、多分。この収益からすると本当コツコツやってたと思うんで、閲覧は同閲500はいないんじゃないかな。だってパッと出てこないじゃん、これで。誰ってパッと出てきてないでしょ。まあ、もちろん俺だけじゃなくていろいろ見てる人も多いと思いますけど、誰か出てこないじゃん。なんかな、100もどうかなってとこだと思いますけどね。配信続けるならネタにするべきだよなっていう。なんかその女性の人のメンタルにもよるけど、でも素直だよね。ここで名乗り出たのはね、160万で名乗り出たのはね。そう、なんかやっぱずるい大人からするとまだ粘れると思うんだけど、結構素直だなと思うけどね。もうちょっともうダメだと思ったんでしょうね、きっとね。それかなんかバレそうになったのかな。で素直に、あ、調査が入ってってことか。あ、なるほどね。あ、そういうことか。なんか自らっていうよりかは、流れとしてね。まあそれはどうにもならないか。じゃあうまくいけばそのままコソコソやっとったってことかもしれんね。まあでもなんかちょっと気になりますね。まあ別に俺分かったとて、なんかいじめたりするわけじゃないんだけど、単純にこういうニュースでツイートキャスティングって聞くとなんかちょっとワクワクしちゃいますよね。ツイキャスって出てくるとね。いやでも投げ銭じゃなくてお茶まくって書いてほしかったな。記事を書いた人はね、もうちょっと踏み込んで投げ銭ことお茶まくっていう風に言ってほしかったな。投げ銭って別にどこのサイトでも投げ銭じゃないですか。もうちょっとツイキャスまで書いたんだったらお茶まくをって言ってほしかったね。ね、その方がだって知らない人にお茶まくって何って言ってさ、調べたりするかもしれないじゃん。そしたら、あ、ツイキャスの有料アイテムなんだってなって認知が広がりますから、投げ銭って言わずにお茶まくって言ってほしかったね。ツイキャスに詳しくない、いや、ツイキャスは宣伝したくないんじゃない、メディアは。メディアなんてね、悪い記事の方が興奮するやろうしね。そう、ツイキャスを悪く書きたかったんじゃないの。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。